はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでしげ7273、しげ7273。はい、USA 一つです。さあ、ようやく追いついてきましたよ終わりが見えてきましたよ。よいしょ。はい、じゃあ後ろからいきます。はい、お、これは去年のドラフトもいますんで、スキンズとかもいます。どうでしょう、投げてるよ。顔はちょっと違うどなただ。おお、ブライス・エルドリッチさんですね。よいしょ。エルドリッチさんってボードラーの時は打者の写真でしたよね。あれとは違うのかな。あれもブライスだったかな。はい、違うのかな。はい、まずは199ですね。うん、これは明らかにピッチャーっぽいもんね。内野なのか、外野まで遠いもんね、写真から見ると。はい、で金インクのアルフォードさん、これちょっと熱いんだな。まあ金インクだからか。はい、これは50だと思いますね、高校生でしょ。あ、ゴールドのホロだ。わ、分厚、分厚いですね。よいしょ。はい、これは何シリでしょうか。ちょっとパッチとかじゃないですか、キャップの裏かな。なんかそんな気がするんだよ、ツバのところ、ツバの裏。10シリです。なんかそんな気がします。 E さんさんですね。これちょっと厚いので、あの別のちょっと入れ物に入れておきます。まあ、ちょっと240ポイントどっかあるかな、あればそれに入れておきます。で、台湾の方もまた分厚いっす。はい、パッチオートですね。はい、ユーチェンワンさんですかね。はい、これは180で入るんだな。はい、はい、で、ルークさん、よいしょ、うん、ルークさんですね。で、ここでペラ、カニンガムさん。ペラはドラフト上位とかあまり関係なしに、まあこの位置に出てくるような感じです、うん。で、オートパッチですね、これもね。あ、最後か、オートパッチですね。ノーランさんですね。これも180かな。熱いカードがいっぱい出ましたね。はい、25シリー高校生ですね。あ、ゴールドプルーフだ。はい、ゴールドプルーフ6シリーだったかな。今日2回目ですね、ゴールドプルーフ。レギュラーカードにこのゴールドプルーフのスタンプが入ってる6シリーなんですよ。他のスポーツとかでもたまーにあります、たまーにあります。はい、下枠がエルドリッチさんでした。ね。で、パッチオート等も、はい、そこそこ出た感じです。あとは台湾の方はゴールドインク。で、一番下がちょっと、このカードなんですけど、まあ、これ見るか。取り出す際は、気をつけてくださいね、このカード。まあ、一応、これに入れますけど、取り出す際落とさないように気をつけてください。はい。ね。10シリー、極厚。はい、じゃあこちらでね、今日発送します。間に合いますんで、ありがとうございました。